しばくある日急に世界からいなくなったら、どこの誰が泣いてくれるか考えた頃君もあるだろう。そんなことくらいでしか僕は生きてるその意味わからなくなってしまった日々。手を探すことさえ面倒になった。幼い頃なりたかった将来とか未来の自分、どこで跳ねてしまったのか鏡に映る知らない他人。夢をもう一度見ないか、叶う気がないか、諦めたあの日の何かを。人はそう、誰だってみんな過去に目移りするだけでとても大切なもの見失ってしまうけれど、それでも人は夢を二度見る。確かに今ここで僕をこうして生きている。勘違いした遠回りや道に何度も迷ってきたけど、10年後の自分とか想像なんてできなかった。10年前の僕から今の自分がどう見えるか。誰も夢から覚めるけど、せめてその続きを見ようって寝返り打つよね。目をそっとまたつむり、楽しかった物語を一生懸命また見てみればいい。きっとあの頃のようにいつの間にか約束して叶えるために夢を見られる。夢をもう一度見ないか、叶う気がないか、諦めたあの日の何かを。人はそう、誰だってみんな過去に持ってたはず。大人になってやりたかったこと、夢は二度見るもの、若さはねえし薄く冷めやすく目移りするだけで、とても大切なもの見失って違うけれど、それでも人は夢を二度見る。今ならちゃんと夢を見る。